日本の学校制度の変遷では明治、大正、昭和から平成期の現代の日本における学校制度の変遷をまとめるにより、学校と書く。市販学校令、実業学校令、中学校令、1899年、専門学校令、小学校令改正、高等学校令、大学令、1918年によって確立された学生が以下のものである。 戦前の教育課程は、おおむね以下の4段階からなる。現在の学生とは異なり、伏線型教育の特色がかなり強い。改正高等学校令により1919 19年から高等学校入学資格が中学校第4学年終了となり、場合により中学校第5学年に在籍せず16歳以上から高等学校への入学が可能となった。 青年学校令改正、国民学校令、中等学校令によって以下の学生が成立した。中等学校令では中学校令、高等女学校令、実業学校令を廃止し、高等学校は2年生、中等学校は4年生に年限短縮した。おおむね以下4段階である。教育基本法、学校教育法、国立学校設置法によって、 既存の高等教育機関及び帝国大学を併合して各地に新生国立大学が作られた。中等教育機関は新生高等学校へと昇格した。小6中3高3、大4世が取られ義務教育の範囲が小学校と中学校にまで拡充され9年間となり、強力な単線型教育に改められた。戦後の教育過程は、おおむね以下の6段階からなる。 入学資格は各校が定める。学校教育法が数度にわたって改正され、徐々に伏線型教育に近づいたという声もある。なお、進学先の記載については主に学校教育法の規定によった。文部科学省令や文部科学省告示などにより、同年齢を対象とする学校には、入学や編入学が認められている場合が多い。一年生では二年次 二年生では三年次編入。大阪商科大学は、官立ではなく、大阪市立であり学生改革後、大阪市立大学の省、経済、法学部の母体となった1933年。大阪工業大学は、大阪帝国大学工学部に編入二年次に、編入1944年。東京商科大学は、東京産業大学に改称1944年。 神戸商科大学は神戸経済大学に会社を4年生課程からのみ、ありがとうございます。